皆さんこんにちは、 K2 です。今日は指の番号とですね、あと手首をこ うまく使っていく、ドレミファソというところをやっていきたいと思います。前回よりですね、なかなかピアノ弾かないなと思われている方いると思います。今日からですね、早速ピアノの鍵盤を実際に弾いていきたいと思いますが、その前にまずですね、番号が実はあるんですね。指に指番号といいますか、親指が1番です。そして人差し指が2番、中指が3番、薬指が4番、そして小指が5番です。1、2、3、4、5ですね。そして左手も同じです。親指が1番、そしてこちらから1番なので1番、2番、3番、4番、5番というふうにですね、番号が振られています。1番、2番、3番、4番、5番ですね。はい。で、これを踏まえてドレミファソを弾く場合、1、2、3、4、5と非常にシンプルです。はい。では、ここにですね、今ドのところに赤いポイントついています。別にここからでもいいですし、ここのドからでもいいんですが、ピアノの中心が今ここのですね、アヒル隊長がいるところにピアノの中心があります。ではもう分かりやすいので、ここのドからですね練習した方が、はい。ちなみにこの黒いですね、鍵盤の黒鍵のですね、ここの左下、ここがドになります。どこも一緒です。ここもドです。ここもドです。ここがドですね。はい。では、基礎の部分ですね、手首を柔らかく、手の形をしっかり、ボールをつかむような形で、そして指は円を描くようにですね、この形ですね。このまま1番の親指をここの赤いポイントのドに置きます。そしてドレミファソ、これを1番2番3番4番5番、順番通りに弾いていきましょう。はい。非常に簡単ですね。シンプルです。誰でもできます。多分できると思います。はい。で、今ですね、弾いたのは単純に指だけ動かしました。はい。もう皆さんもできると思います。で、ここでですね、ワンポイントなんですが、手首ですね、ここの手首、今この状態でドレミファソと弾きました。この手首をですね、ブランコのようなイメージで、今のちょっと分かりづらかったかもしれませんが、ブランコのようになので、ただこう下げるわけではないんですね。こう下げながら、上から見た方がいいかもですね。手首をこのようなイメージです。これちょっと大げさですけど、こういうイメージでピアノを弾いてみてください。ちょっと大げさに今弾きましたけど、こういうイメージですね。で、ドレミファソとやってもらえると、今後ですね、ますます上達していくのではないかなと思います。はい。はい。ということで、今日は指番号とですね、あと手首を使ってドレミファソ、こう手首を柔らかくというところをやってみました。必ず毎回やってくださ、そのドレミファソでこうやらないといけないわけではないので、あくまでこう指のタッチの手の動きですね、という部分をですね、イメージしてもらえればと思います。はい。では今日は以上ですね。よかったらまたチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。